はいどうもこんにちは、プロボーラーの水ぴーです。いつもありがとうございます。今日はね、一般営業のレーンで少し練習をしておりまして、一般営業といってもね、マイボーラーさんでの一般営業ではなくて、本当のハウスボールの学生君たちがランダムにめちゃめちゃ投げてくれた後のレーンコンディションで、まあ、いわゆるね、手前のオイルだけなくなって奥にずっちゃ伸びているコンディション、まあ、よくね、SNS とかでもね、まあ、ハウスボーラーの後やから投げにくかったとか、そういうお言葉よく聞きます。まあ、もちろんね、やっぱりしっかりオイルがあって奥が切れてるレーンで投げるのが本当のボーリングの楽しみだとは思うんですが、まあ、こういう局面に出会うことも多々あると思いますので、今日はね、こういうシチュエーションの時にどういうボールがいいのかっていうのを、点数をつけないですけども、投球してみたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください、どうぞ。はい、ということでね、まずは、ちょっと見ててくださいね。まあ、ゆっくり転がすとどんなことになるかというとですね、こうゆっくり手前から転がしていくとですね、こうやってもうここで曲がっちゃいます、ボールがね。はい、ぐにゃーんって手前のオイルがもうカレカレ状態になっていて、ボールがめっちゃ手前から曲がっちゃうんですね。で、まあ、もちろんね、それをピュンと突っ切ってしまうと終わるか行き過ぎるかどっちかですけども、要は手前で終わるっていうのはこう回転が壊れてね、壊れた状態で奥がビューって伸びちゃうことのことを言うんですけども、まあ、それプラスキャリーダウンというね、いわゆる先のオイルが溜まっていって、ボールが本来のパフォーマンスをしてくれない、ちょっと滑ってしまう状態のことを言いますけども、まあ俗にね、一説にはキャリーダウンなんてないんだよっていうことを聞いたり、ブレイクダウンだよっていうことを聞いたりすることもあるんですけども、まあ、ハウスボールで投げたら間違いなくキャリーダウンはあると僕は思っております。やっぱりね、手前のオイルを奥へずらしてくれてると思うので、はい、ボーリングを楽しんでいただいている以上はね、それはいいことであって、はい、文句言うところではないのは重々承知なんですけど、マイボーラーの人が投げると違和感を、こうやって投げるとね、こうずーっと、はい、最後ね、ボールが立ち上がらないで手前で立ち上がってそのまますぐ行っちゃいましたよね。いわゆるこういうボーリングになってしまうんですね。で、これ今対象コアのボールを投げましたけど、じゃあマスバイアス効かしたらいいじゃないっていうふうに思うこともあると思うんですね。で、マスバイアスのでは効くボールを2つ投げてみたいなと思うんですが、でまずカバー中間、コア、中間、これやったらニュークリアセルというボールがあるんですけど、これでねポケットに合わすことはできるんですよ。ちょっと練習しとったんで多分できると思うんですけど、ここからですね、右へこう出してしまったら、はい、ポケットに入ってきましたっていう風に、ちょっとね完成モーメント高い目に設定したボールならばある程度のスキットは出てくれるのです。で、今もゆっくり投げたからうまいこといったんですけど、やっぱり本来の僕のボールのスピードで投げるとですね、若干物足りないというか届かない時がある。いきますよ、これぐらいのスピードが僕の本来のスピードなんで、ああやって甘々になってしまうんですね。で、じゃあどうしようか、しっかり遅いところにぶつけようかとか、スピード抜こうかとか、でもスピード抜いたら手前がオイルないから折れちゃうんだとか、手前飛ばそうかとか、いろんなシチュエーションを頭の中で考えていくんですけど、もう一回投げますね。まあ、たまたまストライクになってるからね、今リセット押さなくて済んでるんですけど、はい、立つ位置が今日はね、今真ん中25枚目に体の中心があります。ここから12、3ぐらい目がけて右へ振るっていう感じなんですけど、ちょっとスピード抜き気味で出し切ったら、やっぱりああやってバケットになってしまうということで、まあちょっとやっぱりね、正直苦しいんですね。で、普通の、いや、じゃあカバー上げたらいいじゃんと思うんですけど、カバーを上げてしまうと今度は手前が垂れてしまうので、またそれも投げにくいということで、今、今日さっき練習しててひらめいたのは、やっぱりよく出てくるカバーの強いハイピンアップのボールね、これを投げると、その要は僕の中の感性では適度になるんですよ。立つ位置変えてません。で、これがね、やっぱりフリップ感がしっかり出るので、こうやって投げると、はい、ちょっと怪しかったですね今ね。はい、もう一回やってみましょう。
なかなか一発で決めれないところがあるんですけども、はい、もう一回いきますよ。はい、タツイチ20、体中心25枚ね。はい、でここからですね、しっかりといつも通りの投球でこういう感じで投げると、はい、ぐーっと寄ってくるということで、まあ、安心感のピンアクションというかな、あのボーリングに長けてる人ならピンの倒れ方でだいたいそのボールが生きてるのか終わってるのかというのは見ていただけるとは思うんですが、もう一回いきましょうね。まあ、今のがね本来のパフォーマンスでは言い切れないので、もう一度いきます。これをボールならね、僕はスピード入れてしっかり出しても戻ってきてくれるので、ちょっと打ちミスですけど、これ心配ないのね、はい、しっかり回ってきてくれるので、まあ、今のは打ちミスというか手前で捕まったっていうのが正解なんですけど、これぐらいね奥でのリアクションがさっきのね、明らかにキャリーダウンに負けたピンアクションとは変わってきていると思われるので、僕的には今日ならこっちを使うかなという感じですね。これがでもハイピンアップじゃなくてノーマルだったら手前が絶対捕まって奥でエネルギー足りないのでダメだと思うんですよね。これねちょっと打ち寄りましたけど、ほら、はい、スーッとボールが行ってくれるということですね。行き過ぎることはないと思ってます。はい、もう一度じゃあね、もう一回ノーマルラベルのドリルの中間性ニュークリアセルを投げてみましょうか。タツジ全部変えてませんからね。はい、行きます。こうやって投げるとやっぱりね、あそこの奥がめちゃめちゃ足りてない。でもあれ右に寄ってしまうと手前のオイルないとこに当たるんで、手前から曲がってしまうのでライン取り的には苦しくなっちゃうね。ちょっと右に寄りましょうか。寄りましたよ、2枚右に寄りました。はい、行きます。こうやってしまうと、それでもやっぱり手前がやられてる分甘々天秤になっちゃうのね。はい、さっきの曲がる方のプライムの天秤タップと今のニュークリアセルの天秤タップの意味合いが違うんですよね。ここは同じ天秤やんって思う方は多々いらっしゃるかもわかりませんが、やっぱり直せる可能性のある天秤タップとこれはダメだなっていう天秤タップとやっぱり両方あるんですよね。まあ、いわゆる単純に言うとウィーク10っていう弱い天秤とストロング10っていうね天秤の残り方があるんですけど、さあ行きましょう。はい、プライム、これちょっと内やな。うん、これとこの天秤と先のセルの天秤のタップは意味合いが違うんですよ、やっぱりね。こっちの方が今のアジャストしがいがある、ていうかアジャストが簡単やと思う。今のは出たらんかっただけなんで、出しに行きましょう。これ入射角つけたら勝手に倒れますからね。いきますよ。こうやってね、はい、角度つきすぎましたね。だからまあ、ああやって球が先で切れてるのでストライクにはなってないですけど、めちゃめちゃ安心感が出ますので、ボーリングに対してポジティブに考えれます。はい、じゃあね、さっきの天秤と4番をアジャストしたいと思いますが、いきますよ。ちょっと左寄りましたね。これしっかり出し切ってやると切れると思う。こうね、こう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 、もうちょっとやね。はい、あれをやっぱり左から寄ってもあれだけポケットまで届いてくるっていうことは可能性を感じるのね。はい、じゃあちょっとやっぱりね、この奥のズルズル感に今まだ惑わされてますけど、しっかりとポケットを収めて終わりたいと思います。フッキングをね手前にするっていう表現があるんですけど、今奥で薄めやったんでちょっと早めに右へ出そう、ね、
こうやって早めに右へ出すと戻るはず。惜しい。はい、もう電瓶がことごとく今日は残ってしまいますけど、まあこれが今日はキャリーダウンというね、手前はないし奥は滑ってる時のまあ必然的なことやと思いますので、はい、じゃあしっかりねハイピンアップのプライムでストライクを決めたら終わりたいと思います。ちょっと早くねキャリーダウンしてるところで手前にボールを出してやらないと倒れないのでしっかり行きたいと思います。こういう感じかな。はい、ということでね、やっぱり手前のオイルないからって言って走るボールに変えてしまうと奥の甘いところに当たるとピンアクションが出ないので、カバーの強めですけどもレイアウトでね行くように設計してフリップ感を出してあげると、効果的になるというような今日の検証結果になりました。ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。はい、またいろんな動画撮りますのでこれからもお願いします。本日は以上です。ありがとうございました。